ワホーム行くよ。はい、結局りょうさんと行けなかった。もう仕事の時間があるって言って行っちゃったから、はい、一人で行くことになるから。わかりました。買いました。買いに買いましたよ、こちら養生シート連結ミニ台車。以上。いくらぐらいしたんですか。9万弱。今からこのスポット、はい、ライトを4つ買ったから下に2つ増やして、はい、で上に2つ増やします。2階に。LED って10年も知ってた。え、まあここだよね。はい、お、ついた。おお、あ、明るっ。カメラじゃ伝わらないですけど、すごい明るくなりました。一気に明るくなる。十分明るくなったと思う。めちゃくちゃ明るくなりましたね、うん、見た目。いいじゃん、かっこいい。乗らなくてもいいじゃん。あ、それ何に使うのかなと思ってたんですか。こいつを連結させるじゃん。はい、こいつをこう、そうするとこうやってすぐ動かせる。それって何入ってるの。これはね、ここの電球とか。あ、なるほど。で、これはハンバーグ師匠のここの塗料。あ、そんなのもあるんですね、うん、この素材を作ってもらった時にあとは自分でメンテナンスしてくださいってもらってる。これはなんかわからないけど、はい、これ何ですか。デカミラジオの時に使ってたラジオグッズ。ラジオグッズです。これまだ使えるんだよね。使えますね。こいつを洗濯機置きの上にこの板を置いて、で上を物置の台とするから、これをブライワックスと思います。どうすか。めっちゃ滑らか。滑らかになった。角が特にいいね、これ。あれ、ドライバックスどこ行った。わかりました。
勘弁してよ。これが師匠の好きなブライボックス、私の愛してやまないブライボックスです。ゲラップで売ってます。ブライバックス。どう？めっちゃいいっす。いいね。そっちもあるんすか。ここもちょっと味出しとこう。ほら、ちょっと良くなったじゃん。曲がんないか。いや、でも分かりますね。お城も乗ってみる。いや、どうなの。お、いいじゃん。よくない。あれ、速度。いや、わかんないです。 OK。ちゃんと仕事してない？うの上で。すごい。こっちなんだと思う？歯だね、多分。歯。当たった。俺、半歯でやってくれてんのかと思った。塗っちゃえ！あとは。はい、乾き待ち。よいしょ。これをはめて、沈め。アミちゃんの言った、はい、ハッチーの言った寸法でやったんだけど全部隠したいね。なしではない。ちょっといい？はい、ちょっと待つって。はい、全然違う。59でどこだったの。65、64だね。あ、別にハッチが悪いわけじゃないから、うん、ちょっと重いのになったら違ったのまた気になします。今日はここまで。まだガレージ作りは続きます。よっしゃ。思ったよね。見間違えたかな。59、59だったよね。って書いてました、うん。長だな。ここで測ってるわ。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル、最後までご覧いただきありがとう。いや、ありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。